はい、皆さんこんにちは。今日の献血なんてどうは、なんと沖縄にやってまいりました。実はですね、これこの辺に見えている通りが那覇の国際通りというあの有名な商店街というか観光通りですね。今その入り口に来ています。今ですね、曇っているんですけれど、今日が2023年の10月の6日金曜日。今日関東から来たんですけど、今日関東はですね、もう20度下が以下に下がって、16、17度まで下がって、この半袖で寒い思いをして今来たんですが、さすがは沖縄、今多分30度ぐらいあります。超暑いです。実は僕はですね、もう40年近く前、中学校2年の途中まで、小6の途中から中2の途中まで、ここ沖縄の那覇に住んでいましたので、まあ、それからもう本当に37、8年ぶりなんですが、この辺はですから小学校の時は結構庭のように遊んでいたところということになります。でも早速今沖縄そばをいただいて、これから献血ルームに向かおうというところです。さて、でもまあ住んでいたのはもう中学校の時までですので、何せ献血はまだできませんでしたから、沖縄のルームは初めてになります。まあ楽しみです。ということで、今日の献血ルームは久茂寺献血ルームというところになります。では早速行ってみましょう。
かがだったでしょうか。なんか実はこう採血室の床が砂浜と海をイメージしていたりとか、あと壁をこう絵でデコレーションしていたりとか、ちょっとこう沖縄らしさを出しているルームでした。色合いもですね、待合室はブラウンで統一してあってすごく落ち着く感じですね。なんていうかこう狭すぎず、かといって広すぎることもなく、本当に落ち着くいいルームだったと思います。また今回たまたまこのルームの所長の方がいらして、献血に対する、もしくは血液事業に対するすごく熱い話をたくさん聞かせていただきました。そういう意味で献血者を一人でも増やしたいと、そういう思いから今回僕の撮影のお願いも心よく聞いてくださって、すごく協力して撮影やらせていただきました。本当にありがとうございます。他のスタッフの皆さんも、あの採血室の床がああいう風に塗り分けられているというのは、実は採血担当の看護師の方に教えていただいたりとかですね、また最後入り口のところ、出口のところにすごく温かいメッセージが書いてあったりとかですね、なんていうかもうルームを上げて素晴らしい、スタッフ含めて素晴らしいルームだったなという風に思います。ということで、ルームスタッフの皆様にもこの場を借りてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。最初にあの国際通りからの道順をお伝えした通り、徒歩でも本当 3,4 分で着くということですので、ぜひ国際通りで遊ぶついでに献血なんていかがでしょうか。では今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次回の献血なんてどうでお会いしましょう。ありがとうございました。